もめちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今年のね、春、最後のね、試合ということで、ついにね、決勝戦までね、来たということで、まあ僕のね、決勝戦の、まあ勝率っていうんですかね、僕決勝戦はね、今までね、おそらく外したことないんですよね。まあ決勝戦、これ明日はね、ちょっともう、徹底的にね、もういつもの5倍ぐらいね、こう偵察して、明日のね、勝敗をね、ちょっと言いたいんですけど、明日はね、現代高崎が勝つと思うんですよね。で、まあ、それのね、理由ね、報徳が負けてしまうんですよ。で、報徳と言ったらね、めちゃくちゃね、強いですね。名電倒して、上層倒して、ほんで、中央学院倒して、桐蔭倒して、中央学院倒して、ほんで、明日ね、現代高崎になるんですけど、これね、このね、4チーム、これね、共通してね、まあ、勝ってきてるじゃないですか。この4チームに勝ってるんですけど、この4チームとも、ね、全員右ピッチャーなんですよ。名電もそうですし、中央学院も右でしたよね。で、上層も右で、ほんで、桐蔭も右やったんですよ。で、これ左ピッチャーっていうのが、これ、名電の時にはちょっとおったんかな。まあ、どうか、愛工大名電の時ちょっとおったんかな。ちょっと掘ってるピッチャーおったんかな。まあ、それは置いといて、どっちにしろね、これ、報徳って、めちゃくちゃ左はね、苦手意識あるんですよ。ほんで、それはなんでやねんって言うとね、やっぱ左バッターが基本的に多いんですよ、報徳って。スタメンの9人中おったらね、まあその上位打線とかはもうほとんどね、左やったと思います。左バッターで言うと、1、2、3、4、5、6人ですね。9人中、あ、また8人、まあピッチャーは抜きにして、8人中6人がね、左バッターですから、左ピッチャーにはね、意外と免疫的なのはないんですよ。だからね、明日の健大高崎のね、まあ先発は間違いなくね、エースの、佐藤くんでした。が掘ってくると思うんですよ。ほんで、まあ、それは左ピッチャーなんですよね。ほんで、じゃあ、その左に対してどう打っていくのかって言われたときに、僕はなかなかね、厳しいと思うんです。ほんで、逆に、報徳はね、今朝丸くんっていうね、まあ、言うたら最強ピッチャーをね、まあ、投入すると思うんですけど、これ逆になんですけど、現代高崎はね、右ピッチャーはね、得意としてますから、もともとね、自分らのチームにも右のね、140後半をね、掘るね、今日150キロ出してるね、ピッチャーがいますし、やっぱりこの右ピッチャーに対しての対応とか、右ピッチャーとかね、まっすぐのスピードボールに対しては、なかなか強いんで、明日の県大の方が、まあ、有利かなと。まあ、その、今朝丸くんのね、出来次第とかね、思う人も多いかもしれないんですけど、やっぱりそもそもの相性的に、やっぱり県大高崎もね、どっちにしろね、左バッターが確か多いんですよ、県大高崎。1、2、3、4、あ、が、まあ、言うて5人か。まあ、1、2、3、4、まあ、5人なんで、まあ、左バッターの方がちょっと多いかなぐらいなんですよ。で、やっぱこの E バッターがね、左バッターに多いんで、だからなかなかこの県大高崎に対しても、やっぱり、右ピッチャーで行くっていうのはね、県大高崎の方がやっぱちょっと有利なんですよ。これ、県大高崎に関しては左対左でもやっぱ対応がうまいんでね、まあそれはね、ないんですけど、まあ報徳はね、やっぱその、右の本格派にはね、なかなか強いんですけど、やっぱ左のね、しっかりしたピッチャーに対しては、やっぱりそんな打ってる印象とか、やっぱ打てるイメージが全くないんで、まあどっちにしろ接戦にはなると思うんですけど、やっぱ県大高崎の方がね、まあ仕上がりといい、やっぱ打線もね、報徳とかもやっぱめっちゃね、やっぱそれは決勝まで上がってきてますから、やっぱエグいんですけど、やっぱその県大高崎のね、やっぱこの野球のスタイルといい、やっぱこの佐藤くんがね、まだ一失点もしてないから、まあ目つぶれながらでも、確かまだこの選抜一失点もしてないんですよ。だからもうほぼ最強なピッチャーって言われてるんで、だからこのピッチャーからね、どう打つかって言われたらね、なかなか僕は、しかも上位打線とかほとんど左なんですよね、報徳って。まあその左バッターでね、器用な選手が多いんですけど、でもその選手たちが、この県大高崎のね、言うたら、ピッチャー陣をね、打てるかって言われたら、やっぱその左の、今大会の中でもやっぱり上位の中に入ってくる左ピッチャーに対してのやっぱり報徳ってほんまにね、ずっと右の本格派ばっかで、やっぱりそういう意味ではやっぱくじ運とかも良かったと思うんです
なんていうんですかね、右左とか打つよりかは、やっぱりずっと右のね、いいピッチャーなんで、だから一番最初、名電の子も、右の140、後半でしたよね。ほんで、その後ね、2回戦どこやったっけ、報徳が当たった。遠いんじゃないわ。上層学院か。で、上層学院もね、めちゃくちゃいいエースがおるって言って、ほんでそのエースがね、連チャンになって、そんなに球威とかも出てなくてバテて、報徳がしっかり勝ったと。ほんでその後に、大阪桐蔭、ね、140、後半の、ね、あの平島くんとかも、実際に打たれたり、その坂井くんとか、2番手の子、140後半の右もしっかり打たれたと。ほんで、次、中央学院ってね、もう全員似たようなね、右ピッチャーばっかと当たってたんですよ。だからこうね、バッティング、もちろんいいです。バッティングもちろんいいんですけど、それよりかは、右ピッチャーに強いっていうイメージなんですよ。逆に、健大高崎は、しっかりね、山梨学院にも、みたいな技巧班に対しても、やっぱりしっかり打ててますし、今日当たったね、石川聖樹のね、あの左、ピッチャーに対してもしっかり綺麗なスイングで打ててますし、でやっぱり右ピッチャーに対しての、もともとね、右ピッチャーに対してこう、それこそ今日の中央学院とかにもね、健大高崎は秋勝ってますし、右ピッチャーに対してのやっぱこうバッティングとかはね、やっぱもともといいチームなんで、だから明日ほんまにまあ決勝戦らしいね、試合になるのかなと思います。まあ応援でね、飲み込まれなかったりしたら、僕は健大高崎がね、普通に有利な、ね、試合になってくるのかなと。やっぱその佐藤選手がやっぱこう打たれてるところっていうのがね、あんまり印象つかないですよね。なんかこう、やっぱりこう、えぐい選手ってほんまに、なんか、マウンドのさばき方とか、やっぱりその時のオーラとかがやっぱりちょっと違うんで。だからその報徳が、その左ピッチャーに対してのこの当て逃げとかね、こう逃げていく球に対してポンって当てて、ヒットにするとか、そういうね、ヒットがね結構多くなると思うんですよ。ってなってきたらね、やっぱこの三遊間のやっぱサードショート、どっちのチームもこのサードショートの、出来次第でね変わるんちゃうかなと、だからその面で言うとね、報徳はね、ショートの子がめちゃくちゃ上手いんでね、心配ないんですけど、この健大高崎は逆にこのね、サードショートの子がちょっとでもエラーしだすとね、やっぱりこう報徳も足を絡めてきますから負けてしまうんで、もうほんまに実力で言ったらね、五分五分ですけど、健大高崎の方がちょっと有利かなと思います。だからまあ報徳が2年連続ね準優勝みたいな感じだったんで、なかなかね、辛いと思うんで、あともう一個ね、壁を越してほしいですし、逆に健大高崎は、もう一回ね、ここまで来たら、優勝してほしいなと思いました。はい、ということでね、明日は健大高崎が勝って報徳が負けると思います。はい、皆さんの意見はぜひコメント欄によろしくお願いします。それじゃあ皆さん、次の動画で会いましょう。お疲れ。